ガーヘル313ガーヘル313は、イランイスラム共和国が国産開発したステルス戦闘機である。ガーヘル313の存在は、2013年2月2日に、イラン大統領、マフムード・アフマディ・ネジャードによって公表された。詳細な性能は不明であるが、イラン側は、純国産の機体で、ステルス性を有している、イランが、 これまでに開発したジェット戦闘機とは異なるものと発表している。また、短距離離着陸が可能であるともしている。開発は、イアイオによって行われた。単発短座、総垂直尾翼の前つば先で、主翼の先端には、下返りズノが付けられており、胴体の両脇にウェポンベイを有している。また、コックピットとの比較から、かなり小型な機体であることが伺える。 機体表面には、ボルトやリベット病の痕跡がなく、公開された、ガーヘル313は、飛行不可能なモックアップではないかとも、推測されているが、イランイスラム共和国放送による、発表の際には、本機の飛行映像と思われるものが使用されている。2017年4月15日、イランで、国防産業製品、見本市が開催され、ガーヘル313が展示された。 また、同日、同期のタキシング試験動画が YouTube にて初公開された。この機体は以前の公開された機体と異なり、エンジンは総発化されている。ありがとうございます。